戦争準備。これより敵艦へ侵入。おちびちゃんたちを連れ戻す。それでは転送します。倒さなければ前に進むのは無理だ。バッタリアリド殲滅するぞ。敵排除完了しました。
完璧主義なもん。行きましょう。近い勝利だな。問題ないね。無益な戦いでしたね。バーチャルエアリド！インドブレード！
先を急ごう。80点くらいってとこか。肩鳴らしにはなるか。サクッと終わらせますか。トルネード昔の嫌いさ。被害は最小限だ。行きましょう。問題ない。この調子。服が汚れちゃった。これだ。何年近い勝利。これくらい楽ならいいんだけど。被害は最小限だ。問題ない。連邦の犬どもが侵入してきた。直ちに中の実験体も移送しろ。はっ。だから言ったのだ。シャトルで研究所に移るならこいつも連れて行けと。オチビちゃんズのどちらか一人があの中にいて、もう一人は研究所にいるらしいが。両方助けるのが目的なんですから、まずはここにいる方を助けましょう。ミキの言う通りだ。助けに向かうぞ。80点くらいってとこか。リリア、動くな。この状態が見えないのか。そんなことをしたら困るのはお前たちだろう。連邦に渡すぐらいならここで消滅させた方がマシだ。私の勝ちだ。さあ武装解除してもらおう。動くな。それ以上前に出たら分かってるだろうな。こっちだ。うわっ、ビクトル。ビクトル、ビクトル、ビクトル。さすがレスリア屈指の剣士だな。大丈夫か。うん、平気。ありがとう。
構わない。私から離れるな。くそ。くそくそくそ。全員生きては帰さんぞ。無事か？どこも怪我してないな。うん、平気。リリア、よかった。ミキ、再会を喜ぶのは脱出してからだ。ここに長居するのは得策ではない。リリア、僕と一緒にフェリアを助けに行こう。うん、一緒に行く。エマーソンよりチャールズ・ディ・ゴール。こちらチャールズ・ディ・ゴール。こちらの7人をすぐに転送収容してくれ。ダメです。どうやら転送を妨害するシールドがそちらの船に発生しているようです。艦長、サイレントカウントダウンで自爆設定されています。こいつらも自爆か。残り何分だ？27分19秒です。計測中ですが、あまり猶予はないようですね。解除は？この時間で船の上位コマンドをハッキングするのは無理です。転送妨害の方は？同レベルのコマンドで設定されています。どうやら敵艦長の生命ステータスにリンクして設定されていたようです。ドラクロア、
シャトルをこちらのカーゴベイに向けて飛ばしてくれ。しかし、そちらのベイのスペースドアは閉じています。こちらで何とかする。了解。シャトルはドアの前に待機させておきますから。わかった。以上だ。とにかくカーゴベイに行けば迎えが来てるということか。ああ、すぐにカーゴベイに向かうぞ。戦いは進歩せねばならない。蹴散らすぞ。
あとどのくらいだ。残り32秒。間に合わん。エマーソンよりチャールズ・ディ・ゴール。艦長、今どこですか。シールドを一旦下ろせ。半径を9キロに再設定して、敵艦方向に重力ワープエンジンの出力を目いっぱいに回して設定だ。危険すぎます。残り5秒。いいからやれ、もう時間がない。無事です。助かったということか。さすがです艦長。助かったんだ。よかった。チャールズ・ディ・ゴールに帰還する。ちょっと休みすぎたか。リリアはどうしただろう。フィデル、どうしたの。フィデル、何してるの。散歩だよ。私も行こっかな。リリアも。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。問題が山積みです。さすがに全面戦争はまずい。クロノスが公式に返還を要求してきますよ。紋章を消すっていうあの方法は使えないのか。できたとしても、もはやそんな単純な話では済まないでしょう。いっそのこと、あのおちびちゃんがいなければ。艦長！リリア！あの言い方はないでしょう。反省している。リリアを守るって約束したんだ。そのリリアがいなくなるんじゃ僕も生きていけない。リリアが飛び降りるなら僕も一緒に飛び降りるよ。そんなのダメ。リリアの痛みは消せないかもしれない。心のどこかで残ってしまうかもしれない。でも
今は僕のために生きてほしい。僕が幸せになるためにはリリアが必要なんだ。もうこんなことしちゃダメだよ。これからは自分を信じられなくなったら僕を信じて。一番悪いのは俺だ。本当にすまなかった。君をいらないなんて思ってない。言葉のあやなんだ。ごめんなさい、私たちのせいで。もうあんなことしない。フィデル、ミキ、フィオーレ、ビクトル、リリア、全員ブリッジに集合してくれ。おちびちゃんが捕まっていた部屋の前で敵の艦長が漏らした言葉を覚えているか。確かシャトルでなんとかって。シャトルで研究所に移るならこいつも連れて行け。よく覚えていたな。そこから示唆されるのはフェリアさんが研究所にいるということです。クロノスの紋章研究所か。俺たちが探し当てたクロノスの研究所は2つあった。そうか、1つは爆発して使えなくなっているから。残るはアイソック川ほとりにあった中央紋章研究所です。さあ転送室へ行くぞ。フェリアを助け出すんだ。じゃあターボリフト前に集合だ。ドラクロア殿はもっと力強さが必要です。なぜ私まで稽古を。こういうのは一人より二人で受けた方がいいだろう。お二人とも軍人だけあって筋がいい。訓練すればいい剣術家になれるでしょう。え、筋がいいんですか。お前さっき嫌がってなかったか。手取り足取りご指導しましょう。手取り足取り、ビクトル、やっぱり。いつもいろんな機械を扱ってますよね。仕事ですから。私もちょっとだけ使ってみたいなーなんて。ごめんなさい、これはちょっと。あ、いいんですいいんです、無茶言っちゃってごめんなさい。アンヌさんみたいにいつか私も。